最近イベント続きの鴨頭人でございます先日はね、えっと、兵庫県の方で「えー、耐熱大陸」というイベントに参加してきました本当に素晴らしい上映会でねまあもう本当に映画の内容も素晴らしいしあとはあ山本龍司さんのねラストスピーチが最高に良かったっすね、えー、そして集まってくれてるやっぱりコミュニティメンバーの熱量あったかさ優しさ <laughs> 美しさ に感動した1日でしたた日でその後もね京都の焼肉マフィアの会社のイベントに参加させてもらったりとかあとはコネルさんですね愛知県のコネルっていう瀬戸市のねあの粘土屋さんのところで体験させてもらってもう最高にかっこいい器を作ったりとかでその後と、えー、踊るハロウィンナイトですね伊地津さんの会社が主催で、えっと、西野さんがねあのすごく呼びかけてくれていた、えー、イベントに参加しまして焼きそばを7時間焼きました。 もうね1200杯ぐらいい作ったと思います <laughs> 販売したものと無料でプレゼントしたものを含めて多分1200杯ぐらい作ったと思いますはっきり言っていいですか開店前30分前から行列で閉店まで行列が1回も途切れなかったですえつまり1200杯っていうのは何の限界かっていうとお客様の限界ではなくてグリルの限界でした <laughs> 要は焼く場所あれ2台あったらもっといけたんだろうなって思うぐらいただね何が起きたかっていうとですね 全身が筋肉痛全身の関節痛でございますそんなボロボロの体で、まあ、うちユンユンっていうね、あのー、マッサージとか針とかできるもうマジシャンみたいな人がいるのでもうあれ何て言うのあれゴッドハンドの人がいるのでその人を夜中に呼び出して針打ってもらって、えー、そしてミュージックビデオ「ザ・ロードの撮影お台場でやってまいりました俺楽ししみにしてて めちゃくちゃ面白くなりそうだから、えー、ネタしをちょっとだけすると私、えー、全身タイツです <laughs> 世界を救うスーパーヒーローのもうまあぜ鴨頭義人の全身タイツっていうだけでもうイメージ湧くでしょ似合うから。 むちゃくちゃフォルムが全身タイツのようなフォルムでございますので私めちゃくちゃ似合っておりますので楽しみにしていてくださいエキストラのみんなとめちゃくちゃ盛り上がって撮ったミュージックビデオ「ザ・ロードというね自己啓発ロックの王道中の王道のストレートなロックチューンでございますので楽しみにしておいてくださいでねえっと次の日レコーディングだいよいよ5曲目オリジナルソング5曲作ってますけどね「チャレンジライカベイビーの レコーディングやって、えー、今日だ今日、えー、とレコーディングでございますのでちょっと喉がね焼きそば屋で叫びすぎたんだよねあれ何なんだろうねアドレナリンが出ちゃってで僕あの改めてねもう最近ずっとコミュニティコミュニティ行ってますけどやっぱりコミュニティだって言いたいだってあの幕張メッセ1万2000人ね集まってくれてましたけどほぼほぼコミュニティじゃん まあ、西野さんのコミュニティの大きさと素晴らしさが本当に肌で感じられる素晴らしいイベントだったんですけどだってほぼみんな僕のこと知ってましたよ全員とは言わないけどねもちろんなんでかっていうと西野さんのボイシーを聞いてくださってる方が圧倒的に多いのででボイシーって西野さんの朝礼聞いたら鴨頭義人の朝礼っていうふうにもう決まってるじゃないですかもうこれルールでしょ <laughs> 絶対じゃないけどねでもほぼほぼこの2つ聞いてるっていう人本当に多くてですねめちゃくちゃ俺何枚撮ったんだろう写真800枚ぐらい写真多分と撮ったっていうか撮られたと思いますね、まあ、それぐらいやっぱり西野さんのコミュニティのメンバーさんが僕のことを知ってくれていて本当にありがたいなと思ったし、まあ、うちのコミュニティメンバーはねあのコアなメンバーは大体出店してましたねはい <laughs> お店やってました日本一大機の山本龍二さんとかあとは焚き火の会とか なんだよ焚き火の会って <laughs> で,でも焚き火の会が僕の、えー、と焼きそば屋の真正面でお水を売ってくれていたおかげで倒れなくて済んだもうお水自分たちでも用意したけどね全然足んなくって僕あの日たぶん6リットルぐらい飲んでますよなのにトイレ1回しか行ってないんですよもうね汗で全部出ちゃうから、まあ、それぐらいねあの盛り上がったイベントだったのでねまあ踊るハロウィンナイト本当に素晴らしいのでね来年開催が決まったら絶対来たほうがいいです ただ、私、焼きそば屋、ちょっと辛いんでやめたいなと、もう心からやめたいなと思っておりますが、ただ、多分一番売れたんで、焼きそば屋が <laughs> 見る限り、最高日見えなかったんで、僕ら、営業前から営業後まで、一回も最後尾が見えなかったんですよ。 もはるか遠くまで L 字型じゃなくて U の字型ぐらい曲がっちゃってねあの大変あの他のテナントさんにはご迷惑をおかけしましたのでもしあの僕やりたくないんですけどもう体痛いんだもん喉枯れちゃうんだもん本当に体悪いんでねやりたくないけれどももしもうちがやることになったら2ブース借ります <laughs> だから来年うちはゼロか2ブースでグリルを2台か3台置いてあの3000倍ぐらい売ろうかなと。 まあ、それからゼロ杯で、いこうというふうに思っております <laughs>。で、今日ちょっとね、あの、現状の報告が長くなりすぎたんですけど、今日ね、皆さんにお伝えしたいのは。えー、っと、まあ、うちオンラインサロンカモビズでね。えー、っと、日経新聞。 のえーまあ、そこから学ぶっていうのをやってるんですけどただ、日経新聞の読み方ってすごい大事だなと思っていてただ読めば知識となって血となり肉となるわけじゃないなとううすごく思ってるんですよで、えーと、今回はそうだな10月の30日の日経新聞の内容なんですけれどもこれ読み方を間違えると逆に見えちゃうんで、えー、どんな内容かというと東京都の物価指数についてなんですよ。で 物価指数って今伸びてるんですね。とえっ、ー、と東京都でいうと二点七パーセント、全国でもプラスですね。えっ、ー、と非常に伸びています。で、消費者物価指数っていうね、まあ CPI、コンシューマープライスインデックスとも言うんですけどね。まあその名前どうでもいいです。消費者物価指数って何かっていうと、これ消費者のまあ言ってみれば消費エネルギーの高さを表さ表している数字なんですよ。 でここか,から今日のポイント、もう今日ここだけです物価とは国のお金回りが良くなり、物を買う人が多くなると物価上昇、逆にお金回りが悪くなり、物を買う人が少なくなると物価は下降するんですよ。でででも皆さんどうですか今まで 物価上昇っていうのをニュースとかで見るでしょ、新聞で見るでしょ、その時どう思いました、物価上昇、やった国のお金回り良くなってるぜってポジティブに捉えたことありますないでしょう、物価は上がってれば健康なんですよ、下がったら不健康なんですよ、ね、いかにマスメディアが恣意的に、意図的に情報を歪めて伝えているかということがよくわかると思います。 というようよに実は私たちは、まあ、情報の民主化も起きたしマスメディアの情報も今でも浴びているので情報量がとてつもなく増えた時代に生きていますただ、その量が増えたら情報量が増えたら幸せになるわけじゃないんですよその情報の受信側である自分自身の思考力、読解力 その読み取る力や受け取る力を上げておかないと逆に情報量が増えたことによって間違ったり迷ったり生きづらくなります非常に重要なことなので,でそれを鍛えているのがオンラインサロンカモビズなんですなので繰り返し繰り返し大切なことを何度も何度も 情報を自分の脳に当てて受信力を変えていくっていうのをやっている非常に地道なんだけれども本質的な学びができるオンラインサロンだなっていう風に僕自身確信を持って進めていますし実際オンラインサロンカモビズのメンバーは本当に考え方自体が鍛えられたので打ち手選択肢がめっちゃ増えたっていう。 そういう報告がバスバス来ていて実際に売上とか影響力が伸びているというオンラインサロンです、えー、カモビズは会員としてはどんな人がいるかというと会社員の人が43.7%すごいと思う経営者の人が24.2%、えー、以下自営業フリーランス専門家公務員とさまざまな方が学んでいて じゃあチャンネル登録が10万人以上のユーチューバーが5人もいて1万人以上の人が12名もいて SNS のフォロワー数が1万人以上の人がもう50名以上いて本を出版している人が33名オンラインサロン主催者24名ボイシーパーソナリティ25名講師、セミナーをやっている人71名クラウドファンディング挑戦者101名という現代をもうバリバリに現役で先頭で走っている人たちが会員にいる。 そんなななパワフルな、ね、前向きな、えー、成長すするオンンンラインサロンカモビでございます毎月1日2日3日の3日間しか入会できない、えー、そんなオンラインサロンになっておりますので順番待ち LINE に登録しておくと説明会に参加できて入会のチャンスを逃さないというふうになりますのでぜひチャプターに貼っておきます、えー、順番待ち LINE の方登録しておいてください